はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3では、カルロス編、病院の続きからやっていきましょう。ジルが感染してしまったんで、ワクチンを手に入れるために病院へ来たところですね。ホスピタルの地図か。2階建てなんだね、ここは。で、こっちが、あれ、どっちから来たっけ？医局にはまだ行ってない。そう、で、リッカーの気配がする、気配がするとか言って、ここはもうリッカーの気配だよね、これ。やばいでしょ。あまり音を立てたくないけど。あ、こいつは、ゾンビではない。ゾンビなのかゾンビじゃないのかはちょっと他に言うと、うん、声する、声っていうかなんか音、リッカーの爪痕みたいなのはただないんだよね。ちょっと無残な感じにはなってるけど、鍵か、キーピックを持ってないからな。看護日誌の9月29日、手は尽くした。でもあまりにも無力だった。混乱状態で何もできない。信じられない数の犠牲者が出た。手当てする間もなく死んでいったり感染していった。私たち看護師でいることを諦めた。今は感染していないスタッフだけで立てこもっている。部屋の外からは助けを求める声や断末魔が聞こえる。でも生き延びるためにはこうするしかない。患者を見捨てた。この罪の裁きはいつかきっと下る。震えが止まらない。それでも助かりたい。午後9時。上空からヘリの音、救助と思い抱き合って喜んだけどすぐに遠ざかっていった。今は亡者のうめき声だけが響いている。絶望気が狂いそう。ドクターヤング、アリアナ、ミランダ、タコだ、みんなごめんなさい。何か近づいて助け。もう直前まで書いてたのかね。これチェックは入るよね、錠前。いきなりこう起き上がって襲われるケースがあるからな。事務課からのお知らせ。 ID カード、 ID カードの院外持ち出しは現金です。ロッカーに保管して帰ってください。ロッカールームの鍵を中庭に落としたとの報告がありました。回収するまでスペアキーにて対応します。じゃあ中庭行けってことか。ただ中庭の行き方が分かんねえんだよな。アサルト、あまり走らない。よし、ここ走ろう。ででよ、ここ行けない。ここはセーブポイント。あれ、結局あとこっちか。ん、こっち屋上、こう来てこうか。なんだ、なんか音がするんだよね。それと病院の音楽、ま、音楽っていうあれじゃないけど、ここはナースセンター。ん？なんだ？音する？え？いや、不気味すぎる。金庫。金庫もわからん。いや、ここか。あ、ここだ。え、こっち、え、こっちも閉まってんのか、これ。なるほど。で、あとあるとすれば、今なんか録音テープ。親愛なるダコ隊、ドクターのテープがなくなった件、
ロッカーから何か持ち出して治療室に向かうのを私の担当している患者さんが見た。ドクターがどれだけ医学の発展に貢献していても、あんな重要な、悪質なハラスメントを絶対に許されない。裁判で重要な証拠になるため、録音テープを握りつぶされたりはしない。証拠は回収して隠滅する。そういうことね。やつはスケベ親父だったのか。ここはカードキーでしょ？いや、カードキーはないな。結構乱射来てんな。さてどうする？もうこのまま行くか。制圧力はまあまあだよね。連射すれば弾の減りが早いけど。ちょっとあとはハンドガンで確かめよう。死んでないか。死んでないな。ガク、股間を狙う。お前は股間を潰されて死ぬんだ。なんか破けそうじゃん。銃弾でっていけるようになってるかな。ちょいけるようになってんな。さてこいつもこのまま出てろ。無理だったか。立ち上がってきた。これハーブじゃん。ちょもう一発大丈夫か。多分ビクってなんなければもう死んでるってことだよね。で病室もまだアイテムがあるか。手榴弾。え、こいつ大丈夫か。アサルトライフル。これもうないね。多分ね、青くなると探索終了なんだよね。まあ、左の方に書いてあるけど。でもアイテムはないってこと。だからここは重要なアイテムがあったわけではないか。で、ナースセンターはまあそもそも金庫があるし。じゃあそうするとどっちだ。こっちまだ行ってないっていうか、そもそも行けないよね。これは俺じゃ通れないね。だよね。行けないってことは、あ、これは、げ、飛び降りたんだけど。ん？飛び降りて？え、待って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 、あそこにあれがあったのに。ハーブ。行けねえ！マジかよ。やられた。レッドハーブあったよね。まあ回復が結構いっぱいあるから大丈夫は大丈夫なんだけど、むしろ多すぎる。鍵、これどこだ。これ逆側に出てきたな。あ、ロックされた扉いけそうだね。アサルトライフル、よし。またアサルトライフルに切り替えるか。で、ガチャッと。で、一個ずつやっぱりチェックしていこう。救急入り口、手術室。錠前は違う。鍵だから2階か、やっぱりさっきの。動き出すとか大丈夫か。あ、何かを読み込んでいる。何かを読み込んでいる。落ち着いていこう。ここは大丈夫。この中だ。大丈夫か。あれ、そういやロッカーではないか。で、行くべきところは
城前、鍵のかかった扉だからこっちか。一応セーブしていこう。安心を得たい。さてアイテム整理していきますか。だから3つはいらない。これ預けていこう。カセットテープは持っていく。ハンドガンの弾が少ないんだよね。まあ少なくてもいいけど、アサルトの弾が多ければ正直ハンドガンの弾は少なくても問題ない。さてここの割と広いところでどうなるか。ここら辺のやつらがもう一発ずつ撃ってくる。大丈夫か。でキーピックとはまた違うから、ここ鍵開けるで、鍵はもういらない、捨てる。別にアイテムコレクターではないんで、いらないものはガンガン捨てていく。どこだ、いっぱいある。ん、何にもない、何もない。先行手榴弾、 ID カード、おお、ネームジョン・ラウフみたいな感じになってんね。エクスペリエンス、違う違う違う、エクスペリース、いやわかんねえな、何なんだかわかんねえ。おお、あると思ったよ、あると思ったけど、あ、完全に死んでるか。いや、これだけロッカーあれば来るなとは予想はしてた。予想はしてても実際来られるとビビる。で、ID カードどこに差し込むんだ。そうすると今度金庫とかはまた違うからな。1階か。1個ずつだね。いや、またなんか読んでるよ。わっ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 。け、今度こいつか。ハンターやるしかない。遅いか。なんか吹っ飛んだね。おやつれ、うわ早い、素早い。アサルトライフ何発かかるんだよ。倒した。めちゃくちゃ弾使ったな。いや、こっからは危険だな。リッカーではなくハンターか。ってことは走ってよくね。さてそこからだよ。ここは金庫、理念室。え、どう行くんだ。こっちのキンコの ID カード OK。 でこっち側か。まだ ID カードは使うね。うわー、えハンター多くね。しゃがめしゃがめよ。めっちゃ暴れてんだけど。これ走ったら気づかれるとか。てか、中行かなきゃいけなくね。理念室から治療室へ。2人はちょっとマジできついぞ。先行手榴弾が効くのか、そもそも。
先行シューター一発撃ってみるか。でお前はハンドガンで処理したい。さあ来い。その扉を開けた時お前に完全な死が訪れる。結構勢いよく来たね。もう一発だな。うん、もう一発。あ、大丈夫。3発くらい無駄にしたな今。でここでちょっとアイテムを調達しよう。アサルト、よし。からのこれは無理。キーピックがいつ手に入るかだな。レッドか。レッド単品だな。治療室は、え、びっくりした。さてまだ生きてんだろう。あれ死んでる。今どうなった。ちょナイフ、ナイフ全然使ってないけど、こいつナイフあれだな、つっつくタイプじゃねえな。ナイフ使ってよかった。でここショトカか。じゃあガッチャと。さてガッチャってしたから資料室に行きたいんだけど、開けるか。閉めよう。来た。あるわけではない。ちょっと待って、これまずいな。これはまずいな。すげえなんか今露出してたね。ジャンプするてかこれもう一体処理してみたら。これ倒すのに倒した。もう一匹はあれだな、先行手榴弾やってる間になんとか。え、もう一匹いたよね。いた。ちょっとなんとかなんとか今の間になんとか。何を探すんだ。いていていて、当たっちゃったよ。ここでカセットテープだ。よし、ゲットした。帰ろう、これはもう。ちょっと他にアイテムがあるかもしんないけど、逃げ切れるか。どこまで追ってくるこいつ。アサルト、ここじゃ。いや、まだあるな。いや、まだあるけど、多分普通のなんかのアイテムだな。逃げろ、外に逃げろ。勝った。違った、タクティカルクリップ。これはなんだ。アサルトライフルをつけよう。これつけてあれにすりゃよかったんだな。戦えば、さっきの見る間見る、ま、これがさ赤ハーブかと思ったんだけど。あれ、あっち側にあるのってなんだ。ハンターこっちまでは来ない。で1階に降りたから、でハンターがうろつくようになったね、そもそも。アサルトは50発くらいしかない。しかもまた読み込みが入ってる。中庭からこっちか。で研究室に行くにはこうだね。ハンター出てきたらちょっと閃光弾でやりくりするしかない。あれ、これちょっとこっち行っちゃうな。こっち階段こうか。いっぱいいるこれもな。
シャンプー。お前らちょっと寝てろ。来るかこっちの部屋まで。来たらハンドガン18発ちょうどぴったりしかない。よし、ハンドガン弾で、アサルトいいね。やっぱりハンターで消耗したことを分かってんね、運営は。落とし物の取り扱い。最近利用者からの落とし物についての問い合わせが増えている。ナースステーション金庫、金庫ナンバーはナースステーションね。まずナースステーションが右9左3、3つしかないんだ。あ、3つじゃねえ、2つしかないんだ。ここはそれだけ。あ、いっぱいある。シューダン、シューダン、シューダン、やった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 。いや、ちゅ、来てる、みんな一斉に来てんな。ちゃんと扉閉めて。ちょっと待って、間違えた。まだアイテムあるか。なんでちゃんと回収をしたい。あーく、邪魔だ、ちょっと多いな。いて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 、じゃあどうすっかだ。あ、これハーブか。ちょ、待った待った待った、やばい。うわー、くたばった、食われた。最後の成功にってどう思う。降りてきたところか。で、これはつけてる、つけてるよね。何が買ったんだこれ。で、行くでしょ。手榴弾で一問打尽にする必要があるな。早急に行こう。で、こっちを先に取ろう。ガシャ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 っと。で、やつらが来るから閃光弾から手榴弾に切り替えて、これは落とし物。え、ちょ、カット93だったよね。どんどんやってんな。待って、当たっちゃったんだけど、変なのに2個使ってしまったか。仕留める。ナイフで行こう。もうマジで足を切る。ちょっと先へ進んでんな。大丈夫か。もうそもそも今コーションなんだよね。で、ここも取って、で、グリーン取って、あれ、まだ弾があるな。どこだ。あ、ここか。これ以上持てないから、これとこれを組み合わせて、で、こう。で、閃光はやっぱ1個使おう。3になってるからね。で、さすがにここは OK か。で、向こう側がいけるのか、それで。これは。最近ケチってくる。あれ、まだあるな。キーピック、ここもか。銃弾の弾、アサルト、よし。あと、ここ、金庫。で、医療室受付のところに行きたいけど、ちょっと出そうだな、やつらが。ここは。カセットテープってくっつけんの、これ。そういえばだけど。よし、テープ入り。大丈夫か。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威、ナサニエル・バードだぞ。
私は君のように患者の下の世話だけしていればいい看護師とは違うんだ。上層部の人物とのコネがいくつもある。君には想像もつかん様々なプロジェクトについて軍から相談も持ち込まれる。だから余計な詮索をして私の時間を奪うな。はい、申し訳ありません博士。で、書類の中身は見ていないんだな。はい、言われた通りシュレッダーに。よし、ならばいい。じゃあさっさと患者のクソの始末に戻るんだな。それが君の仕事だろう。私の靴も磨いておけ。はい博士。ピカピカにするのが専門だろう。もう行け。このことは内密にしろ。そんなんでいいんだ。これはとんだゲス野郎だな。聞いておく必要も なさそうだったね。よし、アサルトライフルもたまだいぶ増えたな。ハンドガンも増えたな。そしてどうやったら地区の、あ、向こう側から行けってことか。あっちにハーブがあるね。こいつあれ構えらんない。あ、そうか、今閃光弾持ってるからか。あれ、バード博士死んでいる。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは今探してる。 PC があるはずだ。それで調べてみろ。バーンってらんなかった。食事会の招待状。親愛なるバード、ラクーンシティ医療特区の設立計画について意見交換会を兼ねた食事会を開催します。マイケル・ウォーレン市長、ブライアン・オー・アイアンズ、ラクーンシティの名士の皆様が出席予定です。博士にも来てください。セントラルホテル2階、レストランオリエント。グレッグ・テスター、誰だか分かんねえな。我が友ネイト、例の新薬に関する法案は8月中に議会を通す。約束の金は当日手渡して頼む。食後のスイートルームでお楽しみだ。君はブルネットが好みだったかな。アイアンズにリクエストしておこう。撃たれたってことは人の手によるものだね。このハーブ使っちゃおうかな。一応これでファイン。あれ、弾のマークある。アサルト171か。でもハンター相手にするとすぐなくなるからね。メール、至急返信を。グレッグ、ニュースは見ているな。このままで例のウイルスが合衆国全土に拡散するだろう。ワシントンにも王者の群れが押し寄せる。君にも危機が迫っているな。だが大切な友人である君だけに特別にこの最悪から逃れる方法を教えてやる。私の手元にはワクチンサンプルが1人分だけある。言うなれば聖杯だ。家族や愛人にも分け与えず君だけのために保存している。いや、すっげえ嘘くさい。ペンタゴンに圧力をかけてくれ。君の発言力なら軍を動かせる。 UBCS を排除し救助部隊をよこしてくれ。言っておくが、これは私個人のためじゃない。困った時はお互い様。また夜通し特別なパーティーを楽しもうじゃないか。とにかく時間がない、急いでくれ。元気だね。夜通し楽しむの。ワクチン開発主任、ナサニエル・バードだ。9月29日午後11時。私には時間がない、そう痛感している。これから私が話すことによって全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である D ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは D ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。私はバカではない。私にも身の危険が。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。
無理やり力でこじ開けた。あ、もうこれいらねえってなってんな。カセットテープなんているか。ここに。あるね。簡単に取り出せんね。ワクチンサンプル。さて、これを手に入れてしまったってことは、かなりのフラグが立ったと見ていいでしょう。タイルグ、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。何？いや、入ったか。さて、どうする？やるべきことは、やるべきことは、こっからこういって、中庭経由して受付行って、ここのセーブポイントに逃げ込みたいんだよね。でハンター今来たの多分こっち側だから、このまま突破する。これがあたにならなきゃいいけど。また中庭にアイテムあるね。これあれか、ジル救って、ジル来た。クソ、ギリギリ食らってしまった。ジルで動かすんだな、きっと。ここ開くんだっけ。いや、そんなことをやってる暇でもない。ガチャガチャ。ハンターは扉を開けるのに時間がかかるはずだ。そう信じよう。ジル、もう大丈夫だ。ハンター大丈夫か。一応ワクチンやろう。そういう、本当そういう使い方でいいの。注射ってすげえ専門的なあれが必要だよね多分。でも軍隊の人だから、軍隊の人ではないか、そういう訓練も聞いてくれよ。してんのかな。ハンター、何違った。なんだ。タイル、一体どうした。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。クソ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がうじゃうじゃいる。え、どういうこと。ちょっとセーブしよう。アイテム、カードはもういらないな。捨てたい。預けよう。手榴弾1、閃光弾がどれだけ役に立つか。アイテム的なものはなさそうだな、ここには。奴らの侵入経路を断つ。カードのシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。いや、めっちゃいるな。なんだ、新刊。え、お楽しみはこれからだ。待って、バイオハザード4の籠城戦を思い出すね。ちょっとこれガチであれだな。ハンターが来たらめちゃくちゃ厄介だな。
結構でかいんだけど。お、でかいでかいでかい。やつらが入ってきた。あ、あそこにあれがんじゃん。え、結構地震でかいんだけど。これ震源地相当でかいんじゃない。てかさ、爆弾手に入れたけどさ、それなんかどっかになんかすんじゃない。今さらだけど、どうしよう。これちょっと一回使おう。ドーン。ブレーカー？うわ、ハンターやはり来たか。やべえな、弾が全然ない。一応回復はしておこう。ブレーカーがどこにあるか。めちゃくちゃコンボ食らってる。寝てろお前ら。どこだ。俺は何をしてんだ。いや、あいつしかもあれになってるしな。ブレーカーなんてどこにあんだよ。これがもう最後のあれだ。もう少しだ。待って、こいつはやばい。やばい。ハーブ、これハーブじゃねえし。ブレーカーマジでどこ。サルトだ、やった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 。くそ。いって死んだ。もうわかんねえんだけど。こっからか。まあそりゃそうだよね。外に出てナイフマジいらねえな。ちょっとナイフ預けよう。で、まあ回復は3つあればさすがに一生。手榴弾もう1個欲しかったな。そう、ここで来るんだよな。この中かな。これで、で、あとはお洋服に関しては、よし、OK。で、この中にケーブルがある。テーブルっていうかブレーカー、あ、スリッパある。あ、これだ。なんか落ちてきた。寝てるんだな。よし、アイテム大量にある。すっげえあんだけど。ちょっと待って。待て。いって、くそ。なんとかしろ。いって、最後の人が当たった。いや、でも なんとなく分かってきたな。3戦目、まあ、基本的に
これの使い道が本当わかんねえんだけど、基本的にアサルトでいけんな。ここにすげえあるからで、やっぱりなるべくこれを活用しよう。電撃ビリビリ君を、はい、今のうちにちょっとやったんだ。一緒に乱れ打っても大丈夫だな。奇跡にちょっと内側も来てるんだよね。あとは向こう側を制圧されないように気をつけていかないと。でここを取って、よしよし、あれこいつもくたばってる。おいいねいいね、なんか割と余裕が出てきた。あと段数に気をつけよう。入ってきたか、入ってきた。お前はすでに死んでいる。バーン。そろそろ弾補充した方がいいかな。ん？あ、なんだ。爆散したのか。よし、まだ余裕ある。まあ、時間で回復するってことは使っておいた方がいいよ。マジか。ブレーカーを探せ、どこかにあるはずだ。ちょっと待って、来た瞬間、はい、早かった。さえ仕留めればこいつ怒ってくるから、よしで、ちょっと一回これやっとこう。こいつまだ生きてる。で、そろそろ、あ、こっちにいるかなと思ったらいなかった。弾補充。大丈夫だな。ハンドガンで対応するか、そろそろ。よし、もう少し。もうわけわかめ。もうやっとこう。ターン。いやいや、ちょっと。またハンター来たか。意味ある？意味あったな。コーションかまだ。マジで氷を取る。くっくらった。コーション一気に1個使おう。こいつが厄介なんだよな。
やばいやばいやばい。ダメージ量が結構やばい。もう一個使うか。これ装備して、弾は143の8回。え、マジで、ちょっとこれマジで待て。カルロス、あの爆弾を使って柱を倒せるか。これか。ででで、ちょっと待って、これショートカット下にしよう。任せろ。バチッとバチッとバチッと。あともう一回バチッとやっとこう。あ、まだバチッとなってない。いや、あとあともうちょっと弾耐えたい。これはキックスプレー、キックスプレー、ドロー。よし、弾数。カルロス、無事か。いや、散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。最後に残る人。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。いなくなってる、あいつ。ジル、よかった、無事か。いい知らせだ。すべて終わった。町は安全だ。夢っぽい。ジル、他に方法はない。ここはどこ、何が起きてるの。市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日、避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってるの。病室から出る。スペンサー記念病院。なるほど、これでキーピック結構使えそうだね。というわけで、カルロス戦ね、最後、かなり苦戦しましたけれども、なんとか突破できたんで、じゃあ次回はジルで病院を捜索していきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。